はい、山本一郎ですこんんにちは、えー、皆さんチャンンネル登録とコメントもよろししくお願いします、ね、ようやく週末になってお家に帰ってきてですね、まあ、少しゆっくりしてるんですけど皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか雨降ってますけどね、えー、今日話をしていきたいなと思ってるのは、我が国のね、こういろんなプロジェクトをこう、ね、横で見てるとこう、なんでこんなになってるのみたいなことが最近増えたなという話をしたいんですけれども、まあ、結論で言うと、 人数、まあ、限られてるじゃないですか予算もだけどやんなきゃいけないことをべたっと多くやってるので、まあ、結果的にこうあれもやんなきゃいけないこれもやんなきゃいけないって言ってこう中の人が大変になってマネジメントでいきないんじゃないかそういうことでございますねいやあの、まあ、実際その私が今あの関係しているねプロジェクトいくつかあるんですけれどもやっぱりどれもこうなかなか大変なわけですよ火、まあの車って言ったらちょっとねあの中で働いてる人には申し訳ないんですけどもちょっとやるべきことに、ね、こういろいろこう、ね、積み上げられてこう、ね、どんどんこれやらなきゃいけないあれやらなきゃいけないって出てくるんですけども 結果的にこう関わってる人数が少ないとですね、まあ、やりきれないわけですよね。で,でもやっぱりこうやれと言われたことだからなんとかやろうとするっていうところでですねまず一番最初にこ,うこの仕事をやりきるにはこのぐらいの予算と人が必要ですねっていう見積もりってあるじゃないですか。でその見積もりがないまんまプロジェクトがスタートするんですよ。<laughs> で、あの、まあ、私もね、途中からマネジメントでこう、まあ、入らせていただいたプロジェクトなんかだとですね、なんでこの予算でこんなでかいことやろうとしてんのみたいなことが起きるわけですよね。で、当然そこにはこう、それだけ大きいプロジェクトを回すための人っていうのは必要で、例えば、ま、銀行系のね、えー、ご相談のお話があった時には、え、この人数でこんなでっかいことやってんのって、それって、締めがここで、その失敗ができなくて本番環境までにこう、テストやろうにも、そのテストの予算もないのみたいな、そんな話になるとですね、当然本番でこけるわけですよね。まあ それこそね、あの、溝銀行さんとかがね、まあ大変な詐欺をこの前起こしてましたけど、そうじゃないところでも、やっぱり似たようなことがね、こう、泡のようにいっぱいあるわけですよね。で、それって、まあいろんな人たちがいろんなことを考えてるんだと思うんですけども、やんなきゃいけないことをこうきちんと洗い出しをして、これをやるにはいくらかかるんだ、どのぐらいの人がいるんだってことをちゃんと最初に決めておかないと、 あ,のあかんのですよでさらにそれをそのやってる途中でですねいや実はあれが足りないんじゃないかとかこういうことをしたらいいんじゃないかとかこう,こうくかって組み合わさるんですよでまたでかくなるんですよでそのでかくなった時にそのマネジメントやってる人が取捨選択をすることができなくていやその話はその最初の仕、ね、様に入ってないんでやりませんとかこれはその次のシステム解除の時の時にやりましょうとかってこういうパッパッパてこうあの、まあ、まあ払わなきゃいけないんですけど払えないみたいな。 でそれはやっぱりこう上の人がどうせお前プロジェクトなんだったらあいつに相談しとけやみたいな形で無茶振ぶりがあるわけですよね。でその結果としても,うものすごい膨大なその仕事を一つのプロジェクトで全部やらなきゃいけなくなるっていうのがあるとですね、まあ、なかなか大変なわけですよね。 なので、その次の展開としてこういうことやりますよっていう時にこにちゃんと予算を組んであげるみたいなことが最初に示されていないとですねまあ当然の大人が今走ってるプロジェクトにこう何のガンでも入れちゃうみたいな話になるとやっぱりこうね途中で破綻してしまうと。でああのまあ今回ね、オリンピックは僕あんまり関係ないんですけどもそのオリンピック絡みの話にも特にそうだと思うんですけど例えばそこでこう真ん中にいた電通とかですねあと電通がそのまあ指定したクリエイターの方とかですねまあ皆さん真面目で優秀な方だと思うんですよ。でこれはもう間違いなくその を振ってあげればそのしっかりとやってくれる人たちだと思うんですけれども、まあ、そういう人たちにですねこうあれもこれもいろんなこう判断をそこにこう乗っけてしまうわけですよね。 まあ,あれもやっておいてくれ、これもやっておいてくれだけじゃなくて、単純にそうね今回の聖火のリレーの件もそうだったんですけれども、いろんな政治的な状況が揺れ動く中で、これが合理的で、これがゴールなんだから、こういう形でオリンピックを開催したいんだっていうような、ちゃんとしたこうねえ目指すべき目標みたいなものがあって、そこに対してわれわれどういうものを積み上げていくのかみたいなことをはっきりしないと、ですねえあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、ボランティアも集めなきゃいけない、開会式もちゃんとやらなきゃいけない、検疫もやらなきゃいけない、聖火リレー みたいなね、国民の盛り上げみたいなものも頑張ってその、ね、作り上げていかなきゃいけないみたいな話になるとですねもうやるべきことが多岐にわたるわけですねで昔は多岐にわたるやるべきこともですね、まあ、ある意味その、まあ、日本人の潔癖性っていうんですかね、えー、頑張ればなんとかなるんだろうみたいなもしくは人力でやれば少なくともその、ね、根性でできるものがあるだろうみたいなことでこう頑張ってやってきたんですけども今の時代になるとですねこれそもそも人が足りない予算も足りないっていうのはこの本当にデスマーチになるわけですよねそのデスマーチに対してやっぱ我々もう少しこうちゃんとこうね yeah <laughs> え配慮しななきゃやっていけないぐらいいのが複雑になっってしまったわけですよでいや要はその組織としてヒーラルキきで追いこらでね「お前これやっとけやと「頑張ってやって徹夜してでも仕上げろ」みたいなことを言うとですね、まあ、それを頑張ってやってくれる人たちがいた時代はまだなんとかなったんですけど最近は特に提示で帰りますとかですねもしくはパワハラやセクハラみたいなものが社会問題に簡単になるような時代においてですね「お前ちょっとこれやっといてくれよもしくは下請けにこういうことを振っとけよ」みたいなことでその,そのままその「はいわかりました」って言ってされることは少なくなったということが一つ大きく言えるのかなと 思うですよさらにはですね最近国家公務員のその残業問題で出てきたわけですよで国家公務員も電通みたいなその下請けの人たちも要はそのもちろんね、えー、まずいこともいっぱいあったし叩きたい部分はあるのかもしれないですけれどもちょっと批判しすぎてですね、えー、国会議員になりたい人とかで,ですね電通みたいな仕事を下請けでやりたい人っていはいなくなってきたわけですよねでそうなってくるとその中で頑張ってる人たちにそのケツをその芯まで叩いてですねそれで「あのお前ちょっとその議会に対するね誤字が多いんじゃねえか」とか「条文待ちが多いじゃないか,か」とかもしくは 前解してくんなみたいなそういう話がこうガッガッって積み上がるとですね別にこう,うまみのない仕事でねあの深夜まで残業しなきゃいけなくてで給料もさして高くなくてで次のキャリアもまあさして見当たらないような仕事にですねじゃあ誰がつきたいんだよって私なるですよで、まあ、それはもう本当にこう国家公務員っていうその仕事は昔は本当にまあ,ある種その東大って国家公務員になるのはその花形だった時代がまあ長くあったわけですよ要は国を動かすの俺たちだみたいな人たちがまあちょっと勘違いもいたと思うんですけど、まあ、そういう人たちも含めてですね、えーまあ官僚 としてこう霞が関にどんどん入っていくことによって、まあいろんなその優秀な人が官僚にいるからこそ日本の政治っていうのはそのまあ成り立ってきたんだみたいな部分がまあ周りにもあったと。ただそのいくら優秀な人であったとしても、またさらにこう最近はこう国家公務員志望の人があまり多くなくなって、でさらに途中で辞める方も増えたっていうことになってくるとですね、人事交流という形で外からその専門的な人たちをこうどんどん呼んでこなきゃいけなくなってくるんですよね。でそうなってくるとじゃその今までみたいにこう国家公務員のそのまあ行動倫理みたいなガッと縛ってです、ね。 副業禁止だなんだってことも含めてです、ね、さまざ、あ、まな制約をまあ作っていかなきゃいけないと、でまあ、私の友人にも何人もその、ね、人事交流でその霞が関に入る方いらっしゃるわけですけれども、とにかくその副業だめ、提示は必ずその場所にいなきゃだめ、でまあ、もちろんリモートワークはあるんだろうけど、そのリモートワークの中身について報告書を出さなきゃだめ、またそのこう自分の,その働いたものに関してはメモを残さなきゃだめ、さまざまなその制約の中で働くという観点からすると、そうだったら、もっといい給料をもらえる民間企業でね、ゆっくり働いた方がええわって話になっちゃうですよ。 で、ここは、やっぱりその、 その働くべき内容とそれに対するそのレギュレーションというかねあの決まりみたいなものをもうちょっとこうチューニングしてあげないと誰もそういう大きいプロジェクトの真ん中でねマネジメントやろうって人がいなくなっちゃうんじゃないかっていうそういう恐怖感があるわけですよ。でその結果として、まあ、我が国の,その、まあ、例えば行政がねあれもいけてないこれもいけてないとどうなってるんだ日本の官僚はって言って、まあ、批判をしてみたりとかもしくはオリンピックの件にしてもワクチンの件にしてもですねこれだけでかいことがあったとですねこう全てのおいてマネジメントできる人なんて、まあ、存在をしないという話になると <laughs> あれもできないこれもできないっていうことで、まあ、いろいろ言われてですねわわわわみんなこう議論をするんだけどもその叱られたばっかりでうま、えー、くいったねと言ってもまたその新たな仕事をどんどん振られてゴールは遠くなっていくわけですよ。 で銀行のシステムもそうですけど、われわがこう暮らしてあげために必要なその。まあデータだとか、そのまあサービスだとかっても、しっかりと先のこう、こういうサービスを提供するんだと見極めてこう。まあプロジェクトを組むときに、必要な予算も人員も与えられないまま。ケツを叩かれる存在っていうのはです、ね、非常にこう社会的にストレスフルなわけですよね。そういうことにならないような、まあ仕組みをやっぱ考えていかなきゃいけないんだろうなというふうには思いますよね。でその、まあ僕らがその今関わっている中だけでも、それだけのことが起きているのに、じゃあもっとそのね、大きいそのところで。 プロジェクトをマネージメントしている人たちが、まあ、どういう気持ちで今取り組んでいるのかってことを考えるとですね、まあ、結構大変なことなんじゃないかななんてことを思うわけですよね。で他方あの、まあ、これからどんどん創業を増やしていかなきゃいけない新しい価値を生み出していかなきゃいけないみたいなそういう新経済系の人たちがいるわけですよ。でこの新経済系の人たちがやっている仕事が今度雑すぎるわけですよね。で雑すぎるのでそ,のそういう人たちがうまあ、上手い具合やってお金を作ってその日本の新しいシステムだっていうことをやって作り上げてじゃあそれがうまくいってるかじゃあこれを そのまあ役所にこう全部導入しようって話になると、今度はまともにこう役所のレギュレーション動かないわけですよ。まあ情報は漏れるわ。えー、まあ人のこうまあ情報を扱うわけですから、当然そのねうまく適切に管理しなきゃいけないで。その管理もされてないわ。まあそういうまあなんていうのかなこううまくいってる民間のシステムを今度その公共の方に持ってこうしたときに、今度また差異がありすぎてですね、うまくフィットしないと。でこの辺りのところをうまく考えて、日本ならではのこう社会システムのあり方とそのシステムを維持して こうより良いものにしていくためにこう必要な予算と人員をつけるっていう,こう所作をやった上でさらにその一つ一つの仕事についてそのゴールををに見積もりを作るとでこのぐらいの見積もりを立ててそのこのぐらいの予算とまあ人員でやっていけるのであれば。 しっかりとしたものはできるはずだっていうところにちゃんとマネジメントの人をつけるというような形でこうちょっとでこう話をゃちゃんと逆転させなきゃダメなんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。なのでそのまあ例えばどこどこ賞が悪いとかどこどこのプロジェクトはどのチーフが悪かったとかもしくはどこどこ企業が悪いとかっていうような形で単にその企業全体を抽象的に責任を負わせるんじゃなくてもしくはそのある特定の人にそのベタッとその責任を負わせるんじゃなくてより全体の構造としてもっとちゃんと見積もりを作って予算を立ててそれに対するマネジメント やってその結果としてどういうファンクションだったのかっていうことを、まあ、PDC で回し行きながらやっていく以外はないんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。いや、まあ、もうあの途中からプロジェクト入る,入る、まあ、私みたいな立場からすると一目瞭然で何してるか分かんないんですよ。で何してるか分かんないからちょっとこれはどういう理由でこういうプロジェクトマネジメントになったんですかどうしてこういう指示になっていたんですかどうしてこういう人員がこういう貼り付け方になってるんですか全然足りないんですけどそれに対してどういうその、まあ、パッチワークじゃ予算当てをしましたかっていう話を聞くとですね、まあ、答えられないわけですよね。 で答えられないけどでもまあ,あのみんな頑張ってあの深夜までやってますとなんで我々の努力をそ否定すること言うんですかとか言われるわけですよね否定してんじゃなくていやできないことやるとすんなとでそれは徹夜してやらなきゃいけない時点でもうプロジェクス破綻してるんだよってことをまあ我々はこうね え声を大事に言いたいたんですけども、まあ、なかななかそれれを理解してくくる人も多こうあの途中からね山本さん入ってきてこうプロジェクト引っ掛け回してんじゃないかみたいなことで,ですね引っ掛け回してんじゃなくて分かんないから聞いてんだよみたいな話をですね皆さんにはぜひ知っていただきたいななんてこと思いますよね、うん、まあそれはもう結局私もねあのちょっと言うのはありますけどもう10年ぐらい前はそのゲーム制作とかですねコンテンツ制作の現場の仕事やってたわけですよねよく炎上するわけですよで炎上するときに何をするかっていうとですねやらなくてもいい仕事をやらなくするんですよパパッパってい、ね、いらない仕事 削ってってて残った予算と残った人員でできることだけをまずちゃんとこう、まあ、柱を立て,てですね少なくともそのフィニッシュまではするということが大事だってことは私のこうね人生の体感としてこう得られているものなんですね。あの なんていうのかなみんなこう、やらなきゃいけないこと、積み上げられたこと、追っかぶせられたことを全部最後まで徹夜してでも仕上げようっていう、そういう感覚を持っている人が多すぎると。で、その結果、非常に低いクオリティのものができた上で、その責任を問われると。これの恐ろしさをですね、皆さんこう、ね、ぜひ考えていただきたいなと思いますね。なのでですね、まあちょっとね、えー、さまざまなプロジェクト私もね、えー、まあちょっと最近忙しいんですけどもですね、まあ、そこはこうそれということで,です、ね、<laughs> 地道に頑張ってまいりたいと思います。皆さんもぜひよろしくお願いします。えー、来年度は もうちょっといい話ができるといいなと思いながらですね、日々頑張っておりますぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございました